保坂茂は、兵庫県伊丹市出身のパティシエ。血液型 B 型。1977年、兵庫県伊丹市に生まれる。大阪、愛知、神奈川、埼玉と移り住み、現在、神奈川県在住。18歳の時に、TV チャンピオンで見た、アメ細工とスイーツの素晴らしさに魅了され、パティシエを志すようになる。20歳の時に出会った、 シルバーアクセサリーブランド、クロムハーツを出来合愛し、現在も大ファンである。また、アクアリストでもあり、アジアアロワナに関して、豊富な知識を持っている。1996年、神奈川県立座間高等学校卒業後、スイーツの専門学校に入学。1998年、日本最大級の宴会場を持つホテル、グランパシフィックメリディアンの、 オープンスタッフとして入社し、ブライダル、スイーツ、レストランなどの総合的なパティシエとして修行する。2002年、浦和ロイヤルパインズホテルに入社、アメザイクなどの国内の洋菓子コンテストに参加。副賞として、フランス、ベルギー、モナコ、スペイン、イタリアなど多くの海外研修を重ね、ヨーロッパの刺激を受ける。2007年、以前から気になっていたスタイリッシュ長外試系。 高級ホテル、パークハイアット東京に入社。一流ホテルのテイストを五感で感じ、自身の感性をより、ブラッシュアップしていく。2008年、パリで行われた、世界初の男女ペアの洋歌詞世界大会、第1回ルモンディアルデザールシュクレに、日本代表選手として出場。日本を、世界、第2位に導く。2011年、東京スイーツコレクションに、 辻口博の武士のサポートとして参加、スイーツ制作、アーティスティックな作品で大成功を収める。2012年、三重県小物町に世界的にも新しい試みの温泉、宿泊、レストラン、スイーツ、農園が集合した大型複合施設、アクアイグニスに東京世田谷区のコンフィチュールアッシュと共に移転。店舗の前のファームで朝摘みした完熟いちごを使って、 安心、安全、健康をテーマにしたスイーツ作りを志す。トレードマークとして、いつもイチゴを持っている。2018年4月、神奈川県平塚市北金目に、心のバランスを豊かにするスイーツ店、メゾンドリーブラをオープンする。ありがとうございます。